ちです。ピピピース、動画見てくださってありがとうございます。今日の動画はなんと私の5日間のコーデ Vlog を今日から撮っていきたいと思います。今回はですね、なんとユニクロさんとのコラボ動画になっておりましてですね、いつも見てくれるみんなのおかげです。本当にありがとうございます。でなので今回はユニクロさんのアイテム縛りで、もうメガネもお洋服もパンツも靴もバッグも全てユニクロさんのアイテムでコーディネート5日間お届けしたいと思います。もうなんて贅沢な企画だという感じなんですけれども、ユニクロの新作アイテムとか私のコーディネートの組み方とかプラスで日常の Vlog とかをぜひ楽しんでいただけるとすごくすごくすごく嬉しいです。それでは早速動画いくぞ。やばい、手がカサカサすぎてならんかった。はい、会社の近くにあるコーヒー屋さんに来ました。テラス席がね、自由席で空いてたのでテラス席でカフェラテ飲みたいと思います。今日のコーデめっちゃ可愛いから早くみんなにちょっとお見せしたい。はい、1日目のカフェの日コーデなんですけれども、緑でまとめたコーディネートなんですけど、トップスのこのグリーンが本当に可愛くて、結構今年っぽいパキッとしたグリーンとパンツの形がすごく綺麗で淡い感じのちょっと今っぽい感じのカラーが可愛いのと、前にタックがしっかりと入ってるので足がスラーッとストレートにすごく綺麗に見えるパンツです。私はサイズ S でぴったりでした。トップスもね、形可愛くないですか。ボタンまで全部グリーンで統一されてる感じが可愛いし、春先に1枚でこれから着るのがめちゃくちゃ可愛いと思うので、でメガネも、これユニクロのアイテムなんですけど、メガネもつけてちょっとカジュアルさを出してみました。このコーデ超お気に入りで、同系色でまとめて差し色を全て白でまとめるっていうコーディネートでございます。よいしょ、カフェラテを買ってきました。いただきます。ま、皆様、毎月さ、ちょっとバランスが崩れる日あるじゃないですか。今日私ちょっとその日なんですけど、今日ねユニクロのショーツを履いているんですけど、今日履いてるショーツこちらじゃんなんですけど、これがエアリズム吸収サニタリーショーツなんですけど、今回ユニクロさんとこうやってコラボさせていただいて紹介させていただいてるんだけど、本当にたくさん持ってて、私が普段使ってるのがこのね、ちょっと大きいサイズのタイプなんですけど、ちょっと小さいサイズが出たみたいで、私が普段使ってるのが吸水量が30から40ミリのやつ使ってて、新しく出たのが15から20ミリのやつなんだって。このサニタリーショーツについてみんなに話す日が来ると思ってなかったんだけど、本当にめちゃくちゃ良いの。本当にね、しっかり吸水してくれて、さらにドライ機能でサラサラなんですよ。ちなみに私がもともとずっと使ってるのはグレーと黒の2色をずっと使ってるんだけど、新色でピンクとかが出たみたいで、ちなみに私今日さ、グリーンのパンツ履いてたじゃないですか。いつもだったら気にして黒とかグレーとかのボトム履くんですけど、今日はこのサニタリーショーツ履いて安心できる日なので、カラフルな明るめのボトムを履きました。このショーツ履くときは明るめのボトムがいつも履けるので、すごく助かっております。本当にちょっと試してほしい。だから使ったことある子いるんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。使ったことあるよってコメントください。マジで最高だよねこれで。じゃーん、カフェラテと一緒にフルーツナッツ買いました。じゃーん、私今ね絶賛ダイエット中なんですよ。断食したりとかもしてゴリゴリにダイエット中なので、なんか美味しそうなさ、クッキーとかさあったんだけど、これを食べます。クッキーはもう久しく食べておりません。じゃーん、ちょっとメガネ外そう。いただきます。はじけましたけど、えちょっと皆様グラノーラスティック食べるときははじけに気をつけてください。めっちゃはじけるけど超おいしい。はい、ということでちょっとこれからまた次のお仕事があるので帰りたいと思います。こんばんは。今日はね、今から美容室に行くんですよ。なので髪の毛起きたまんまのボサボサスタイルなんですけど、なので美容室に行く日のコーデ Vlog を撮りたいと思います。今日はね、着てるのはね、お家の鏡で鏡撮りしようかな。あれ、あれ、かわいこちゃんじゃないの。かわいこね、かわいこちゃんだね、かわいね。はい、本日の全身コーデこんな感じです。まずトップスはブルーのタートルをこんな感じで着てるんだけど、結構ね色味がね春っぽくてパステルで可愛い。タートルの上にジージャンを羽織ってて、ボトムもデニム履いてるんですけど、商品は全然別なんですけど、セットアップっぽい感じで着てみました。このさ、パンツの形がめちゃくちゃ綺麗で、個人的にすごくお気に入りです。
はい、という感じで、これが今日の私の病室に行くコーデなんですけど、今日めっちゃ外寒いらしくて、今日はユニクロのコットンショーツ履いてるの、こちらね。これ結構ね、お腹のね、上ら辺まであって、お腹周り暖かく履けるから、今日めっちゃ寒いやんっていう日によく履くようにしてるんですけど、でこのね、ユニクロのコットンショーツは、コットン 100% じゃなくて、ポリウレタンが 5% 入ってるんですよ。で、そのポリウレタンが少しだけ入ることによって、さらにこう伸び感がめちゃくちゃアップして、フィット感がね、増すんだ。このお腹周りまでしっこり包みしっぽりしっかり包み込んでくれるタイプがユニクロの中でも超人気らしい。だから今日は寒いのでね、このコットンショーツ履いて美容室行きたいと思います。てか目のお気づき、ここにドデカニキビちゃんができました。ドデカニキビちゃんにニキビパッチくんを貼っています。ニキビパッチ貼って上から頑張ってねメイクしてみたんだけど、わかる？バレる？でもこういうニキビができた時はニキビパッチで菌を入らないようにしてメイクしてどうにかこうにか過ごします。もう髪がボサボサすぎて本当に嫌だ。ちょっと美容室の様子もちょっとだけ Vlog 回したいなと思うのでお届けします。じゃあ後ほど。じゃーん、美容室到着しました。お、コーデ分かりやすい。こっちの色の方がこんな感じということで髪の毛をやってもらいます。椅子はこちらでしょうか？よいしょ、お願いします。しれっとしれっと YouTuber 登場、お願いします。今日は大阪のポップアップが実はあって今度なので、それに向けてちょっと髪の毛をメンテナンスしに来ました。なんか画角やばくない？なんか画角めっちゃ変。これぐらいかな。お願いします。お願いします。どうしますね、でも赤み、前回赤み消したじゃん。パープル系のピンクとかに染めるならしたいなと思ったけど、あ、ラベンダー、うんうん、オッケー、じゃあそれにしよう。じゃあそうしましょうか、うん、トリートメントしてじゃーん、髪の毛が染め終わりました。超ツルツルになりました。ピカピカです。これで大阪のイベントに向けてツヤツヤになりました。こんな感じ、ツルツルだすな。だすな。前髪もちょっとだけ切りました。ラベンダーピンクなので落ちた時のカラーがね結構綺麗にしてくれるのでお気に入りです。もう時刻は9時40分でございます。もうあっという間に9時40分なのでそろそろお家に帰りたいと思います。美容院コーデ Vlog は以上です。じゃあまた次の Vlog で会いましょう。バイバーイ。こんにちは。今日のコーディネートは今からお仕事とお仕事のちょっと空き時間に展示会に行くコーディネートです。さっきまでオフィスでお仕事していてそのまま今展示会会場に向かっております。今日はね黄色メインのコーディネートにしてみたのでまた展示会会場に着いたらコーディネート回します。可愛いお洋服を見るのが楽しみです。はい、展示会会場に到着しました。イエイ。今からちょっとね新作の洋服たちたくさん見て動画のためにリサーチとかいろいろしたいと思うんですけど、ちょっとその前に今日着てるコーディネートがめちゃんこ可愛いので先にちょっとコーデをご紹介したいと思います。どうぞ。はい、展示会コーデはこちらでございます。今日はユニクロのニットのセットアップを着てみました。これ前ね展示会化していただいた時からすっごく気になってたアイテムでめっちゃ可愛いの。それに小物はイエローでまとめてみました。この卵色のね今年の春のトレンドのニットカーデを肩掛け着てみました。こんな感じで超可愛くないですか。白と黄色でまとめた春っぽカラーのコーディネートにしてみました。で今日履いてるこのスカートが結構お尻がタイトめなので、ね、こちらのねユニクロのショーツを履いてるんですけど、これが結構軽めのガードルみたいな感じで、これスムースとサポートっていう2種類があるんですけど、私今日スムースっていうのを履いていて、スムースの方がわりかし緩めのガードルみたいな感じで結構楽ちんに履きやすいのに、しっかりとお尻をキュッとね丸く見せてくれるの。え、この映像見ていただいてわかると思うんですけど、結構お尻が丸くこうプルンと上がってる感じしないですか。これはねこのショーツのおかげなんですよ。でサポートはもっとお腹周りグッと引き締めたい方とか、もっともっとさらにサポートしたい方はこっちがおすすめなんですけど、まあ私あんまり普段ガードル履くことないからこそスムースの方が履きやすかったです。ガードル普段履かないっていう方にもスムースはおすすめです。これ一応ねショーツとしても履けるので、ショーツなしでそのまま直履きでも大丈夫そうです。私は個人的には1枚よりもいつものショーツを履いてその上からグッと
2枚履きするのが結構好きです。でもこれね、皆様のお好きにね、試行錯誤していただければと思います。いやマジでお尻がプリッと見えて結構感動した。しかも私普段タイトもよく着ること多いからめちゃくちゃ使えるなと思いました。超良くないですか？おすすめです。はい、ということで展示会に向かいたいと思います。ていうかさ、めっちゃんこ私マスクでかくない？今の映像撮ってと思ったんだけどさよいしょ。ということでマスクでかめなももち、今から展示会行ってきまーす。行きまーす。展示会行ってきました。もうめちゃくちゃ可愛いアイテムたくさんで、私はワンピースを2着購入してきました。ちょっと届いたらインスタとかね、 YouTube で紹介できればなと思います。ちょっとね、今もう時間が結構ね遅くなっちゃったんですけど、今からお家に帰って自宅で YouTube の撮影があるので、 YouTube の撮影を今から行います。ということで展示会コーデの1日でした。バイバーイ。 YouTube 撮影頑張ります。おはようございます。今日はですね、仕事の前にちょっと時間があるのでランニングするコーデをご紹介したいと思います。今からちょっとねランニングしようと思ってて、それ仕様にじゃん。こういう日はね、絶対すっぴんにマスクに帽子っていうのが鉄板になってるので、ゴリゴリにすっぴんでお送りさせていただいてるんですけど、今日着てるね、マジでウェア超可愛いからマジで早く見せたい。ちょっとコーデご紹介します。今日のランニングコーデこんな感じです。このピンクのスウェットのセットアップめっちゃ可愛くて、素材もすごい伸び感が良くって、素肌に触れた時も気持ちくて、何より色味が超可愛い。あとめっちゃ軽いから肩凝らないです。で春先までほんと長く使えるスウェットになってて、ベストとバッグのカラーを白で合わせました。でこのスニーカーもね結構お気に入りで、ちょっとごつい感じのスニーカーなんですけど、そういう系のコーデするときによく履いております。でマジでこれ本当に可愛くて最近の超お気に入りです。今日履いてるのはシームレスボクサーショーツなんですけど、こちらねユニクロのじゃん。これは私結構こうランニングするときとか、ピラティス行くときとか、ジム行くときとかに必ず履いてるやつなんですけど、ストレッチがめちゃくちゃ効いてて、本当に動きやすいです。で意外とこのボクサータイプのショーツってタイトの服とかにも意外と響きにくいから、運動するとき以外でもタイトな服着るときとかも結構履くことが多いです。みんなこのユニクロのさ、シームレスボクサーショーツ履いたことある子いるのかな。結構履きやすくて、ストレッチがマジでめっちゃ効いてて本当に楽。ドライ機能付きだから汗かいた後とかも結構ベタつかずにすぐね乾いて、めっちゃ履きやすいです。ゴリゴリにさ、ジム行った後にさ、ショーツ結構ベタつくこととかって結構だるいなって私個人的に思うので、そういう方にめちゃくちゃおすすめです。ということでランニングに行きたいと思います。なんかさ、今日さめちゃくちゃ晴れててさ、道端で撮ると逆光で真っ白になるんだけど、やばくない？もうすごい。まあそういう時もあるのでじゃあ頑張ります。感じでちょっとランニングする様子をお届けしました。疲れました。ということでちょっと着替えて仕事に向かいます。疲れた。おはようございます。今日はですね、外部の方とのとある打ち合わせがあるので外出しているんですけれども、なので今日は打ち合わせコーデを撮っていきたいと思います。ちょっとね、ユニクロのこのセットアップがマジで形綺麗でめっちゃ可愛くてお気に入りなのでご紹介したいなんですけど、ちょっと今からねもうすぐ打ち合わせが始まってしまうので、帰ってきたらこのコーデご紹介しますね。今日ちょっとねすごく楽しい打ち合わせなので頑張ってきます。商品についてとか打ち合わせしました。ということで今日の私のこのコーデご紹介したいんですけど、このユニクロのセットアップがめちゃくちゃ形が綺麗で本当に可愛くて、センタープレスがすごく綺麗なパンツなんですよ。パンツのストレートの形
綺麗で、すごく足が長く綺麗に見えて、ジャケットのね、サイズ感とか形もすごく綺麗です。大人カジュアルに私服でも着れるし、オフィスカジュアルにもおすすめです。あとセットアップのインナーにシャツとか白とか合わせると結構ね、かっちりすぎる感じになったので、若干外すために私は中にブランを合わせて茶系でワントーンでまとめてみました。で、足元はグリーンのパンプスを合わせてるんですけど、外しでおしゃれポイントを足してみました。かっちりはしているんだけど、ちょっと色味で外しておしゃれ感を出すみたいなコーディネートにしてみました。で、こういう綺麗めのスタイリングとか通勤するときに私がよく履いてるショーツがこのユニクロのショーツなんですけど、今日私これ履いてるんですけど、すっごくね、履き心地が良くて、とにかく伸び感がすごいんですよ。縫い目がないから結構フィット感とかもあるし、なんか痒さとかも全然なくて、マジで履き心地がいいので、こういう通勤とかするとき、1日ちょっと長時間、今日はちょっとしんどいなって時とか、楽に心地よく履けるショーツなので、履きにくいカラーで響きにくいので、タイトなスカートとかに合わせられるので、すっごい履いてます。ちなみに私はベージュを何枚か持ってます。3、4枚ぐらいリアルに持ってます。マジでなんかタイト系履いたり、下着スケールの気になるよとか、1日楽に過ごしたいよという方とかに結構おすすめです。はい、ということで以上がユニクロ縛りのコーデ Vlog だったんですが、いかがでしたでしょうか。新鮮な形で皆様にいろいろなコーデをお届けできたんじゃないかなと思います。ユニクロの様々なショーツも価格帯はすごく手頃なのに機能性抜群で、一度履いたらやめられないっていうほど履き心地も抜群でした。 TPO に応じてぜひ皆様もお近くの店舗や EC でチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、ピーピーちゃん。